こんばんは、松尾清です。月曜日最後の1時間は松尾清のメローな夜。この番組はメローをキーワードにした大人のためのミュージックプログラム。僕の大好きな R&B を中心に、豊かで芳醇で色っぽい、そんな大人のための音楽を1時間たっぷりとご紹介します。寝酒のお供にメローな夜、どうかメローな音楽の魔法に酔いしれてください。今夜最初にお届けするのは、僕松尾清のプロデュース作品からです。オーケストラバージョンでお届けしましょう。ジュジュでこの夜を止めてよ。愛してるっていうあなたの言葉はさよならよりも悲しい。これ以上何も言わなくていい。だからこの夜を止めてよ。息するみたいに二人は出会ったね。疑いもせずに傷つき痛みこそ愛だと信じてきた日々。声を潜めながら二人だけの秘密忘れて愛。
お届けしたのはジュジュでこの夜を止めてよ。これは昨年の暮れにリリースされましたオーケストラライブアルバムギフトに収録されていたナンバーです。このオーケストラライブ、昨年の10月10日、これはジュジュの日だそうですが、渋谷で行われました日本フィルハーモニー交響楽団、指揮は大友直人さん、大友直人さんの指揮による日本フィルハーモニー交響楽団とのオーケストラセッションでライブレコーディングされた、そんなバージョンとなっております。改めましてこんばんは、松尾清です。2014年最初のメロな風任せ、遅ればせながら今年2014年もどうかよろしくお付き合いくださいと申し上げましょう。今年も変わりゆく変わらないものを追求する、そんな番組でありたいと思っております。メロな夜、平常心でいつものように参りましょう。まずご紹介しますのは、これも昨年の12月に突如リリースされたビヨンセの5枚目のアルバム、ビヨンセからです。これはリリースの方法が少々変わっておりまして、事前に全くの告知がなく、iTunes で独占販売されたんですね。初めの3日間で約83万枚のセールスを記録しております。これは、音楽配信ビジネス始まって以来の突出した数字になってますね。すでに世界104カ国でナンバーワンを記録しているというモンスターアルバムになってます。ビヨンセのディスコグラフィーで考えますと、ディスティニーチャイルド以降ソロになって、5枚目のアルバムですが、最初のアルバムから5連続全米ナンバーワンという、まあ本当今のポップシーン、 R&B シーンの頂点に立っております。君臨しているという表現が似つかわしいかもしれません。そんな女王、別名クイーン B のアルバム、その名もビヨンセの中から、僕が一番メロよりしました。なんか音楽以外のところで彼女の存在感というのを強く認識した、そんな年末でした。年末年始メロな夜、しばらくお休みしておりましたので、その間に結構新譜も溜まっております。それ以前からの新譜も含めてこれから何曲か聴いていただきたいと思います。来月2月にアルバムのリリースが予定されております。トニー・ブラクストンとベイビーフェイスという、まあ、90s R&B が好きな人たちにはもう決して避けて通ることはできない、そんな、2人、まあ、ベイビーフェイスが師匠、トニー・ブラクストンが弟子という関係でもありますが、もうこの年になってしまいますとね、疑似恋人、疑似夫婦のような関係性さえあるわけで、アルバム、これ非常にコンセプトがヒリヒリするような内容ですね。その名もラブ・マリージ・アンド・ディボース、愛・結婚・そして離婚というタイトルが付けられたアルバムが来月リリースされるんですね。これデュエットアルバムという体裁を取っていますが、もちろんトニー・ブラクストン、ベイビーフェイスそれぞれのソロ作品も何曲か含まれているようです。アルバムの全貌をご紹介する前に、先行で何曲かすでに世に出ております。その中の1曲、トニー・ブラクストンとベイビーフェイスのデュエットで Hurt You。Go again. Loving you has caused me so much pain. But you don't see it. You never see it. So why apologize? I was just doing what I had to do, baby.Hurt you, hurt you, hurt you, hurt you.
baby, like a therapist. I'ma focus on you. Gotta make sure you're motivated. Get you where you're going to. Baby, I'll be your bed. Come lay down on me. And I'ma make sure you're comfortable. But you ain't gotta sleep. Forget about it, you don't need it. I'll provide everything you've been missing. From the doorway to the hallway, taking turns in our favorite position. Frustration from anticipation. Don't worry, just hit the highway right now. Wanna hear you say, oh baby, don't stop now. There's a key at the front desk to show your ID. And you know what's up next, so make your way to me. When I see the pretty face, oh baby, yeah, I'ma put my name on it, put my name on it, so you know it belongs to me, yeah. Ain't no need in getting dressed up, cause I'ma tell you clothes right on. Ain't no need in fixing your hair, cause I'ma have it all throwed off. Please believe that I'm a working girl, and there ain't no tapping out like an earthquake. I'ma rock your world. Forget about it, get about it, you don't need it. I'll provide everything you've been missing. Out of the doorway, to the hallway, make turns in our favorite position. From anticipation. Don't worry, just hit the highway right now. Wanna hear you say, oh baby, don't stop now. There's a key at the front desk, just hey, show your ID. Show your ID. And you know what's up next, hey, so make your way to me. Be on your way. But I see the pretty thing. Oh baby, yeah, I'ma put my name on it, yeah. Put my name on it, yeah. ブラクストンとベイビーフェイスのデュエットアルバム Love, Marriage and Divorce、 こちらの中から Heart You を聴きいただきました、この Heart ってのは HURT 傷つけるという意味の Heart ですね、曲をよく聴いてみると傷つけるつもりはなかった、傷つけるつもりはないんだという、それだけで男女のドラマのある側面が垣間見えるようなそんな気がいたしますが、トニー・ブラクソンとベイビーフェイス、こういう内容の歌が似合う年齢になってるんですね。ベイビーフェイスといえば、この番組でも昨年お話しましたように、今ソングライターとして何度目かのクリエイティブのピークを迎えようとしております。アリアナ・グランデの作品でのベイビーフェイスの仕事は非常に高く評価されていますが、あとメロヨル的にはアンソニー・ハミルトンとのコラボレーション、こういった歌えるシンガーの時にね、ベイビーフェイスっていうのはやっぱ高い実力を発揮してきた人なんですが、未だに健在というところを最近見せつけてますし、聞き手としてはそれを痛感するそんな 2,3 年なんですが、アンソニー・ハミルトンといえばね、この番組でもたびたびご紹介しています。その度に僕は塩辛声なんていう表現を使って彼の渋い、喉を表現してきたわけなんですが、もうもちろんファンの一人ですが、塩辛声というジャンルが、仮にあるとすれば、そこに、ケイシー&ジョジョのケイシー・ヘイリーなんかと並んで、きっとこの人も位置づけることはできるんじゃないでしょうか。アーバン・ミスティックというシンガー、メロネルでは初めてのご紹介となります。アーバンミュスティックの昨年リリースされた4枚目のアルバム Get Liberation Vol.4、
こちらの中から今日は Name on It という曲を聴いていただきました。ゲットリベレーションっていうのは、まあこれは、そうですね、日本語にするのは難しいですけれども、ゲット黙示録とでも言えばいいのかな。これはずっと彼がデビューの時からもうシリーズ化してる、そういうコンセプトなんですね。自分はまあ決してそのお高く止まった存在ではなくて、そのゲロと呼ばれる、まあ、低所得者エリアの出身であるという出自を、まあ、明確に打ち出していると同時に、まあ、その音楽というものが決して自分の、その生まれ育ったところを離れるものではないと、自分はそういった環境、まあ、フッド、ネイバーフッドなんて言いますけども、そのフッドの代弁者であるという、彼のなんて創作姿勢、アティテュードの表明でもあるわけですね。今回はちょっと曲調ポップなものも含まれておりまして、入り口としては非常にいいんじゃないでしょうかね。4巻目から入ってみるゲロリベレーションシリーズ、ゲトの黙示録、4巻目から読み出すというのも悪くはないかもしれません。さて続いてはお宝音源をご紹介しましょう。70年代末期のミネアポリスの発掘音源集が出ました。もう出る出ると言われて2013年を通して、話題は続いたんですが、年末にやっと僕も入手することができました。パープルスノーというタイトルがついております。CD ですと2枚組、 LP ですと4枚組の主に70年代後半のサウンドを集めたコンピレーションアルバムですね。これなんでこんな大騒ぎしているかと言いますと、ミネアポリスという言葉だけでも反応した方いらっしゃるかもしれませんが、あのプリンス、そしてスーパープロデューサーチーム、ジャム&ルイスの本拠地がこのミネアポリスだからですね。で、この70年代の音源集には、まあ当時はデモとして撮ってリリースの予定もなかったものも含まれてるんで、まあ、玉石混交の印象はありますが、それにしてもスーパープロデューサージミージャムの高校時代のバンドの音源ですとかね、それは結構良かったりするんでびっくりするんですけどね。マインド&マターっていうグループ、あのマインド&マターに関して言うとほぼ同じタイミングで単独のアルバムまでリリースされましたね。あとはこの番組でおなじみなところで言いますと、アレクサンダー・オニールの、まあ、かつてのインディー音源ですとか、あとはロッキー・ロビンスとか、スー・アン・カーベル、こういったソウルファンにはおなじみのミネアポリス人脈の初期音源が、ごっちゃりと含まれております。全32曲。これまたパッケージも素晴らしいんですよね。アルバムのタイトルがパープルスノーっていうんですが、まあ当然ね、このパープルっていうのはプリンスのパープルレインから来てるわけですよ。レインじゃなくてパープルスノーってやってるのがミソなんですが、パッケージもね、これ紫の布を使った想定で、そこに金箔押しっていう、もうちょっとこの手の質感もたまんないんですが、で、このパープルスノーの中から今日1曲聴いていただきたいんですが、ジャム&ルイスのジミージャムの作品ですとか、アレクサンダー・オニールとか、あとはプリンスの若い時の音なんていうのは、これはもうね、取り上げていくと、もう番組1時間あっという間に過ぎちゃいますんで、今日はちょっとメロイオル的にこういう曲もいいんじゃないんですかというところで、無名ではあるけれども、この曲の感じは、皆さんの馴染みがあるんじゃないかなという曲を選びました。ハーマン・ジョーンズという男性シンガーの作品です。聴いてください。秘蔵音源アルバム「パープルスノー」の中からハーマン・ジョーンズで「I Love You」。Do.
届けしたのは昨年の暮れにリリースされましたミネアポリスの秘蔵音源アルバムパープルスノーに収録されていたハーマン・ジョーンズの I Love You でした。続いてはこちらのコーナーです。今さら聞けない ABC。 2010年3月31日に始まった松尾清志のメローな夜。この番組はメローをキーワードにして僕の大好きな R&B を中心に大人のための音楽をお届けしています。ですがリスナーの皆さんの中には僕が口にする音楽専門用語についてどうも聞きなじみがないという方も少なくないようです。そこでこのコーナーでは R&B ファンの間でよく使われる専門用語を ABC 順にピックアップ、その実例となるナンバーを聞きながら僕が分かりやすくご説明します。第10回目となる今回はアルファベット J で始まる専門用語 JR&B です。はい、皆さんの予想とは違ったんじゃないかな。どうでしょうか。 JR&B というのはまあもちろんジャパニーズ R&B の略称ですね。でこれはまあ主に日本で使われる言葉ですね。でもちろん J-POP という言葉ありきで、できた言葉です。順序としては J-POP が先でした。まあ、もっと言えばこの J という冠になる言葉がたくさんこんなに今溢れ返ってるっていうのはやっぱり J リーグの発足ぐらいが大きなきっかけになってますよね。 JR というのももちろんございますし、一時は J-BEEF なんてもありましたね。ここ NHK があります渋谷の近くの大型書店、もう今なくなったんですが、そこでは一時 J 文学というキャンペーンを展開していましたね。あれは何だったんだろうか。まあ、なんだろう、安倍一茂さんとか、赤坂真理さんとか、ああいった人たちが J 文学っていうところに、位置づけられていましたね。で、JR&B という言葉は今生きながらえているかっていうと、特別な意味合いとかは抜きにして単に日本人がやってる R&B っていうことで音楽業界的には普通に使ってますね。まあそういう意味じゃ定着化してるわけなんですが、ただ初期98年あたりこの言葉が頻繁に使われるようになった頃の、 この JR&B って口にする方も聞いた方もそれだけでちょっと胸が熱くなるような、そういった熱量は失われてきたかなという気がいたします。まあ、当然のことですよね。今バックで流れておりますウーアの情熱、このあたりが日本語による R&B 運動の発火点になった、そんな気がいたします。情熱をプロデュースしていたのは浅本博文さん、僕も大変、尊敬しておりますけれども、浅本博文さんが作ったサウンドっていうのは明らかにそれまでの日本におけるブラックミュージック由来の音楽の中でも目が洋楽の方に向いてましたね。でもちろんこの J&B なんて言葉を使う以前から、鈴木雅之さんももちろんそうですし、その師匠にあたる山下達郎さん、そして忘れちゃいけない久保田俊信さん、いろんな方々が、ソウルミュージック R&B、 こういったアメリカの黒人音楽に影響を受けた自分たちの音楽を作ってきたわけなんですが、 JR&B って標榜してから作られた音楽っていうのはちょっとやっぱ眼差しが違ったのかなっていう気がしますね。ただ誤解しちゃいけないのは、その浅本博文さんですとかウーア、この人たちが JR&B っていう言葉を言い出したわけではないし、そういうカテゴリーの中に入れられるのはまああんまり本意じゃなかったのかなっていう気がしますね。ご本人たちにそういうこと聞いたことないですけども、で、やっぱりそのムーブメントっていうのはこの曲以前以降で歴史が変わったねっていう一曲があるもんなんですが、それはこの曲なのかなという気がします。聞いていただきましょう。ミーシャのデビューシングルです。包み込むように。
今も心の中かきかけて温めたいね。いつしか大人の恋に臆病になってしまって、出会うたびさよなら来ること考えて怖がって逃げ続けてるのさ。誰
聞けない ABC、 今夜は第10回目 JR&B ご紹介しております。1998年の非常にエポックメイキングな一曲、ミーシャで包み込むように、そして宇多田ヒカルでオートマティック、2曲続けてご紹介いたしました。この辺りになるともう国民的歌謡曲という、そんな顔も持つ2曲ですね。ただミーシャの包み込むようにという曲はナンバーワンを獲得した曲ではありません。長い時間をかけて名曲と認定されたという、まあ、そういった曲が一番強いわけなんですが、まあ、ミーシャの包み込むように、これはね、この曲自体が受けたということももちろんありますけれども、ミーシャも好きだけど、ミーシャを聴いているそんな自分が好きという、そんなムードも作り出したという意味においてエポックメイキングでしたね。それの分かりやすい現象だったのが、この包み込むようにのアナログ版レコードですね、そのレコードが発売されるという時に本当にね、行列ができたんですよね。この渋谷の中のさらに、宇田川町というエリアがあるんですが、そこはまあ90年代は世界有数の家、まあ、世界でトップといっても過言ではないほどもうレコードショップが乱立しておりました。もうそれは大型輸入版店ももちろんそうなんですが、雑居ビルの一室、本当に狭いスペースやってるようなお店も含めて、メジャーなもの、マイナーなもの、インディーもの、いろんなもの取り混ぜて宇田川町に行けば何か新しい音楽の情報があるっていう、そういう時代にこのミーシャの包み込むようにのアナログ版がリリースされまして、これがこの日に出るぞっていう、そうだな、あの頃はまだ SNS 使ってたわけじゃないですよね。そんな時代に、まあ口コミだったんでしょうかね、パーッと若い感度の高い人たちの間に情報が伝わりまして行列ができました。で、僕はその行列を見る立場でした。というのはこのミーシャですとか宇多田ヒカル、こういった人たち、まあこれは本当に今となってみると幸運だったんですが、彼女たちのデビューに関して、そのブレーンとしてねチームに参加しておりましたので、噂が一つのオピニオンとなって、で、ブーム、さらにはムーブメント、そういう風にどん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 その大きくなっていく様っていうのかな、それを、近いところで見ることができました。まあ天の弱な性格なので、ある程度軌道に乗ったところで僕はそのプロジェクトをスッと離れてしまう癖があるんですが、まあ、ミーシャも宇多田ヒカルもそうですね、それぞれ都合デビュー前後合わせて1年ずつぐらいお仕事してたんでしょうかね。まあ、チームはもちろんアーティスト本人の資質もね、まあ、ミーシャもヒカルちゃんも全然違うタイプの女の子でしたけども、まあ、強いて2人に共通の魅力を挙げるとすれば、もうそれは何といっても絶対的な歌の実力、そしてその声の魅力だと思いますね。極端な話、包み込むようにはオートマティック、この1曲目がそれぞれブレイクしなかったとしても、何らかの形でやっぱり、世の中に出て光を浴びた人たちだったんじゃないかなという気がします。ミーシャと宇多田ヒカルに関して言えばね。ただその2人が98年に示し合わせたように同じ年に世に出てきたというのは、これは2人にとっても、そしてこの R&B を愛する人間にとっても大変ラッキーなことだったなというふうに思っています。やはりシーンというのが形成されるにあたってはね、やっぱり一人勝ちっていうのはないですよね。
複数の才能が、まあ、切磋琢磨っていう表現もちょっと誤解を招きかねません。ミシャと宇多田ヒカルがそれぞれを意識したことってのはあんまりないと思うんですが、まあ、それでもなんか旗から見てね競い合うようにして、名曲名称を世に送り出していくというあの頃、もう15年以上前の話になっちゃうんですけども、あの頃はね本当歌が上手い人が上手いということでちゃんとリリースに枚数に直結していたというそんな時代でしたね。でこの、ミーシャと宇多田ヒカルっていう突出した2大スター以外にも、シーンがどんどん広がっていくと面白い形をした才能ですとか美しくいびつな形をした人、そんな人たちがデビューしやすい状況が、できて、本当その数年前だったらデビューしづらかった、もしくはデビューしたんだけども世間に黙殺されてしまった人たちがちょっと名前を変えて世に出たりとかね、そういうこともたくさんありましたね。やはり、ライトタイムライトプレイスという表現があるように、この時ここで世に出してこそ認められるっていう、そういう条件ってあるんですね、このポップミュージックの世界にはね。98年、 R&B にとっては98年がそうだったんじゃないかなという気がします。もちろんこれは世界的な趨勢として90年代の半ばから R&B が世界のポップミュージックシーンの中心に、踊り出た、そんな時期だったんで、それにちょっと遅れて日本にもそんな目がやってきたという冷めた見方をすることもできます。いろんな切り口ありますけれども、 JR&B とは何だったのかと言いますとね、やっぱりその R&B 的表現っていうのはそれまでもあったんだけれども、自覚を伴った R&B をやってますっていう顔をして黒人音楽由来のビートで歌うということが J&B だったと、それ以上でも以下でもなかったという気もしております。で、あえて現象としての面白さを語るんであれば、この時初めて R&B という歌物とラップというおしゃべり音楽が有機的に結びついた、そんな気がしますね。もちろんそれ以前にも小沢健二さんとスチャダラパーの今夜ブギーバックですとか、イーストエンドのダヨネとか、そういった後のその R&B とヒップホップの融合のための修作みたいなものもありましたけれども、98年、99年、このあたりになりますと、もう普通に歌物とラップが共存する、一緒に世に出ていこうやという教頭戦線を張っていたような、そんな感じになってまいりました。シュガーソウルとドラゴンアッシュの古谷健二さんのコラボレーション、ガーデンなんていうのはその最たる例ですね。僕も当事者として、当時はアンダーグラウンドなヒップホップシーンの人と、メジャーなレコード会社との橋渡しになるようなことを進んでやっておりました。これからご紹介する曲は僕がプロデューサーとして関わった一曲で、もう本当渋谷のクラブヒットを狙って作って、で、結果として主に FM 媒体で全国に伝わることになったという一曲です。ライムスターというラップグループ、もう今でこそ有名ですけども、当時は知る人ぞ知るという感じでした。ライムスターのマミー D、 そしてその実弟であります、実の弟でありますメロイエローというラップグループの浩平くん、このラッパーの兄弟をゲストに迎えた姉妹デュオダブルの一曲聴いてください。1998年の作品、ベッドダブルス。状況を察知、彼女はやけに塞ぎ込みがち、歯の浮くような愛のささやき、すればするほど失う目の輝き、やってられっか、そんじゃいつものように手首握りしめて力ずくで引き寄せるのみ、とびきりのスパイス効かせて調理、お待ちどうせスタッフ、これがミスターミスターミスターファンリミックス、デートの何もいらなかったはずきのを
今夜は JR&B をお届けいたしました。最後にご紹介しましたのはダブルズというリミックス名がついております。ベッドアーティストはダブルフィーチャリングマミー D from ライムスター&コーヘイ from メローイエローでした。長いね。この番組松尾清のメローな夜は皆様からのご要望ご感想もお待ちしています。パソコンから NHK のホームページへアクセスしてください。ホームページのアドレスは www.nhk.or.jp/mellow/ です。さて、楽しい時間ほど早く過ぎてしまうもの。今週もそろそろお別れの時が迫ってきました。ということで、今週の The Night Cap 寝酒ソングはサラーム・レミの Rising to the Top です。これからお休みになるあなた、どうかメローな夢を見てくださいね。まだまだお仕事が続くという方、この番組が応援しているのはあなたです。次回は来週1月20日月曜夜11時にお会いしましょう。お相手は僕松尾清でした。それではおやすみなさい。